ボイラーリクガメのわさこレイディオ。はい、わさこレイディオ。はい、どうも。ああ、何どうしたん？歯に詰まって。何が？分からん、もう何詰まってる。これちゃうの？麻婆豆腐ちゃうの？麻婆豆腐のなんかが詰まった。辛いの苦手なの、こんなん珍しいね。びっくりした、もう一口目から辛かった。びっくりした。まあなんか夏って辛いもん食べたくなるよね。確かにね、夏なんですよ。夏ですよ、ね、夏。なんだ。最近あのゲストが豪華で、ああそうそうそう、昨日も、うん、そう、とっ捕まえてありがたいっすね、うん、見つけたらとっ捕まえようと思って。いやまあそうそうそうなのよ、うん、しかもうん、ラフじゃないですか、うん、このラジオって。いや、そうそうそう、そんな感じで。もう10分間、いいんすよ、いいんすよ。10分くださいっていう、あの、口説き文句。うん。あんまりこうバンドは断らへん。10分やしね、うん。30分はハードル高いよな。10分やったらな。うん、で、5分でもいいしね、下手したら。下手したら5分でもいい。全然。全然。で、結局5分とかやって初めても、10分、15分喋ってくれるからね。そうやね、そうやね。盛り上がっちゃって。うん、うん。そう、そんな感じ。結構なんかさ、まあユンはそうやってやってくれてるけど、うんうん、俺とかドエもさ、うん、それぞれで誰かとなんか1対1でコラボとか、うん、っていうのもやっていきたいんで、やってほしいですね。やりましょう、やりましょう、やりましょう、うん、やっていきますわ。どんどん最近あの街繰り出していこうかなと思って。こんなあのやばい時期ですけどね、うん、ちょっとここ1週間ぐらいブクロックからね、はい、あらもうしみじみと本当に音楽って素晴らしいなって 思,、はいはい、思って、うん、コピーバンド大会とかも見て 思った、うん、なんか情けなくなっちゃって。何がみんな上手いなって。そうなんですよ。ちょっと次元がちゃうなって。まあ特にそういうコピー版とかちゃんとやってる人はっていうのはやっぱりね、うん、演奏技術はあります。やっぱ生き方が違うなって思ったね、うん、でも音楽は音楽やから、うん、ちょっと刺激物が多くてね最近、うんうんうん、本当に、うん、でこれもある意味刺激物、もう刺激物を求めてるんかもしれない。麻婆豆腐ほんまに夏やからねえ。ショーさんどう最近。何がよどうですか、なんかしてる、ちゃんとどんどんしてる、してるやん、してる、ちゃんとボイラーのこと考えてる。ほんまにそれレコーディングしてる、めっちゃさらっと言ったけど今これからレコーディングやし、そうそうそう、レコーディングしてるからね今。地味に進めて、まあちょっとねいつ公開になるか分かりませんけども、うん、っていうのをちょっとね。そうですね、うん、まあショーンにはソロもやってもらってるしバンドもやってもらってるし、うん、ちょっとね今年まだまだちょっとショーンの仕事増やすかもしれへんねんけど、うんうんうん、あのね新曲をやりたくて、うん、あのさあれあのマンスビギンって曲あんねんけど、うん、ソロで今やってる、うん、あれバンドでできひん。あ、全然できるんちゃう。ほんま、うん、できる？できると思う。ほんまに？なんか前出しにした感じやとなんかちょっとむずいなみたいになって、長もうじゃあいっかソロでやろうって思ってソロでやっててんけど、うん、いやこれもったいないなと思ってこう、うん、なんかこんなに唯一踊れる曲なのに、うん、バンドでできひんのもったいないなと思って、うん、まあできるんちゃう。一応やってください。だってこの間打ち込みもやったし。確かに。でも打ち込みがあるってことはまだややこしくなってくるってことやんな。何が？あんな感じのあのノリであのままバンドにすればいいだけやろ。あのままあのノリでバンドにするんですよ、うん、だってドラムがちょっとなんか動機聞いたりとか、うん、そういうことも出てくる。で別に洗礼のそんな、うん、聞いてやる、うん、そんなことできんの。いやそうじゃなくて、えどういうこと。 あれをバンドで再現するってことか。そうそうそう。ああそれなら全然嬉しい、うん、できるんや。できると思うよ。やってな、ちゃんとデモ作ってな。ちゃんと、うん、うん、ほんま言うたで今、うん、ラジオでこれ言うて、うん、バンドでできますって。ほんま嬉しい、はいはい、やりたいねあれバンドで。ソロの時しかできひんから、うん、好評なんですよ。いやあれすごいよ、ね、あの曲。そうやろ、すごいと思う。そうやろ、衝撃的。、うん、すごい好きなのよ、うん、うちの好きを全部詰め込んだのよ。そうなんや、うん、全部それは分からへんけど。でもまあちょっと今までと趣向のちゃうやつを、うん、無理やりこねくり出した感じで、うん、なんかね、すごい最近の中で一番好きっていう人が多いから、うん、いやぜひやりたいって。やっぱりボイラーでできると思います。お願いします。じゃあ、はい、ショーンさん、はい、はい、で、21日ですね、コーツエとのツーマンライブ で、 あ、 そうです。そこでも新曲を披露します私ら。はい、その曲何かっていうのは
あのまあ聞いたら分かるか分からへんか分からへんかも分かるかもしらへんし分からへんかもしらへんし、まあまあ、まあ、けど初見でもかっこいいはずです多分。そうね、まあ、ギュンはソロでやってる。いやー無菌の曲なんやけど、ね、この間の、まあ、その後のリーフルームではやったけど、でも全曲やったからね。ああそうね、うん、けどいやー一番バンドにしたらかっこよくなりそうなやつ、まあうん、めっちゃかっこいいと思うねんけど。シンプルかっこいい。シンプルかっこいいうち、うん、めっちゃかっこええわあの歌。めっちゃ上がる。そうやんな。うん、で、あの途中にそのあるアトラクション。ああ、はい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 。何個がある。アトラクションがすっごい楽しい、ね。それはもうあなたの立っての要望をね。はい、全部聞いてもらいました。ちゃんと取り入れてます。もう完璧です。完璧だわ。うん。うん、3人のコンビネーションもね。チャリよ、あれめっちゃおもろい、めっちゃおもろいめっちゃおもろいよな、あれほんまに、いや本当におもろいんで、うん、おもろいんで、あれそれぞれがそれぞれがやばいもん、それぞれがうちは勝手に一人で楽しんでるだけやけど、そうね、うん、いやマジ楽しみやわ、楽しみですね、はい、ってことでね、その21日に、はい、対バンする高知生のマメさんと、うんうんうん、まあ、宣伝のね動画撮らせてもらったりとか、あのコラボもするからちょいちょいやり取りをしてるんですけど、うん、ついさっきねそのコラボやる曲のちょっと歌ってみたけどどうかなっていう音源が届いたんですよ、うんうんうん、マジ天才なんやけど、いやマジで衝撃的よマジであの人何もない、すごいな、やばいやろ、うん、多分そんなになんかそんなちょろっと練習したぐらいかなと思うよ、うんうん、いやまあゲームの曲やねんけど、あんまいい曲やったっけちょっとマジで思ったななんか良さが際立ったよね、うん、なんかちゃんとした本当にもうすごい広いフィールドでもう生え渡ったよな、いやそうそう、やっぱ表現力がすごいなって思った。何なん？結構もうなんか難しい曲やん。小難しい曲。めちゃくちゃ難しいよ。めっちゃうまいな。歌シンプル歌うまいなと思ったし、表現力がすごいなって思います。いやマジでこれも楽しみです。声が表現してるしな、すごい。うん、いやこれをできるのがマジで嬉しいな、うん。うちツイートでも言ったけども、ちょっとほんまに送ってない音源の中から来たからね、この要望が。いやー、ありがたいですね。やってみようっていう。うん、はい。で、それ、ね、バンドでもまだやってないから。うん、そうね。そう。で、マメさんも、すごいツイートで宣伝とかしてくれてて、うん、で、その、マメさんがよく上げてる、プチ動画みたいなところをよく見ると、どの曲やるっていうの、うん、多分ね、ネタバレしてると思うから、まだちょっと見て、うん、もう楽しみにして、うん、マジで楽しみにしててほしい、うん。あとバンドでもコラボするし。うんうんうん、いやー、それもやばいし。いや、何しれっと。あ、ほんで、この間、この間コピワン大会見に行った時に、その、マメさんいたから、はい、一本撮ろっかってその、まあ、宣伝の動画を動画、ね、そう、うん、でマメさんがまあ人形持ってこいとはい人形まあまあ人形ならあるから持っていきますと、うんなら漫才の台本が送られてきて、次の日の昼ぐらいに、うん、まあまあそのおなんていうのおおむねの入りからの大枠があって、はいはい、でその前の日にはなんかちょっとお題みたいなのも来てて、うんまあ、うちはちょっと大喜利みたいな感じで考えたりして、うんうん、じゃあ次の日のお昼にその台本届いて、うん、この人今日ライブのはずやんなって思ってライブ当日前日からほんまに何してんのやろと思って好きなんやろなそういうの、いややったこともない、あそうなん、やったことも、まあ、好きなのは好きなんやろけど笑いとかはきっと知らへんけど、なんかそのやったことない、やったことないの突然台本送ってきたん、そうすごいなやったことない、ない、うん、初めてって言った、あもちろんうちもないし、まあゲームとやったらできると思ったんやろな、そうなんかな、なんかほんまねマジでなんかもううち爆笑したもんな、あのマメさんのイメージってもうあのままやんか、うちがそのうちが考えたそのセクションのその台本みたいなをマメさんがメモしてて、うんうん、それを仮のツッコミみたいな入れてたやつを読んで練習してんねんけど、はいはい、その片言で関西弁を言うてるのが
もうおもろすぎておもろすぎて、なるほどね、もうめちゃくちゃ、うん、うちマジでもう腹ちぎれるかもな。エセ関西弁の、エセ関西弁で真剣にツッコミの練習してんのって、いやこの人マジでおかしいなって思った、思ってた10倍ぐらい。いやちょっと不思議な人です、うん、もうシンプルおもろいです人間が。いやそんな豆さん率いるクオッセイがね、はい、いやなんかいろいろしてるけど動画で踊らしたりとか、うん、ほんまにそのうちらも冗談抜きで真剣に音楽をしますからね。まあそりゃそうですね、うん、ほんまに動画だけ成功したら お客さん 2,3 人減りそうな気もしてきたけど、豆さん踊らして何さしとんねんみたいな、うんうん、そうかほんまにこの日セットリストも結構ね、うん、考えて、うん、うん、ちょっとねボイラーの曲ってあこんな曲もあったんだとか、うんね、こういう世界観もあったのだっていう。そうなのよね、だからクォーツ製もそういう部分あるやん、いろんな引き出し持ってるというか、そう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 だからね、そこにある程度ね、うん、食らいついていけるように。いやそうですねそうです、考えてます。いやほんまにそう、うん、はあ、楽しみですねはい楽しみ、はい、そんなもんですかね、はい、はい、ではこの後レコーディング頑張っていきたいと思います。はい、行ってきます。はい、行ってきます。さごらさん、さごらさん、普通に終わったらよかったよ別に。おなみなさん、おなごらさささ怖っ。